ゆびちゃん、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 おい、震えてる。震えてる。寒いのはゆびちゃん。寒い。顔くちゃくちゃだね。うん。顔くちゃくちゃだ。顔がくちゃくちゃだ。寒い。寒い寒い。ゆびちゃん。寒い寒い、
シビシっていくぞ、ビシビシって。怖いぶちゃ怖いね、怖い。何やそれは置いといて、フレールのとって、まあ、確かに弁護士さんというのは危険な状況に置かれることも多いでしょうね。そうなんですね、まあ、実際にこうやって事例などを見てみますと、本当に日々危険に身をこう晒すというような状況の中で仕事をされているのかなというのが実感としてもびっくりしたんですけれども、これに対してちゃんと、まあ、間に合いがおー、さびきゃびきゃ震える、弁護士業務妨害対策マニュアルというちょうだいって、ご案ちょうだいって、まあ、ているんですけれども、この中にはですね Q&A という形でこういうような、まあ、相談者からこんなことを言われた場合どういうふうにしたらいいかというような事例も載っています。それから具体的にはその57件上がってきているんですけれども、実際どういうことがあったのかということも具体的に表現されていたりするんですね。で、実はこれというのは皆さん記憶にあると思いますが、坂本弁護士一家殺害事件、オウム真理教の事件を受けてできているものなんですけれども、その具体的な対策というのが一つ書いてあるんです。で、その中で3つほど挙げていただいたんですが、それによりますと、まずテレビモニター付きインターホンを玄関のところにつけて、できればビデオ機能などがあると、それが証拠にもなるのでさらにいいでしょうと。それから花瓶灰皿は、まあ、テーブルなどに置かない、これガラス製の重いものだったりすると、それが枝でも切れる太まる、ひびちゃん、そして剪定ばさみの4点を揃えたお庭のお手入れセット、ニュー高枝切りばさみ4点セット、今回8980円の特別プライスでご提供いたします。0120-666-666 日本直販までお申し込みください。今年7月大阪府門真市の路上で会社員の男性が2人組の男に襲われて死亡した暴行事件で、警察は16歳の少年を強盗致死の疑いで逮捕されたのは16歳の少年です。